が、なんだっけ、最後のなんだっけ、鍵がないとダメなんだけど、入ったところでもはぐれメタルが低確率で出るんですよ。なので、ちょっと、やりたいと思いますこれもリセットですね。なんでかっていうと、敵がねとんでもなく強いんで、はっきり言うとやられます。普通にブレス4体で剥がれると全滅するんで、ちょっと運ゲーなんだけどね、やってみたいと思います。もし枯れれば一気にね、運ゲーってさっきからボス戦自体が運ゲーだった気がまあ全くレベル上げ今やってないで進んでるからね。はぐれメタルだけと戦うわけですね。まああとはほらワンチャン敵が1匹とかだったら戦うけど、基本的にははぐれメタルだけ戦います。さあいけるかな。ちょっとドキドキしてきたね。運が良ければはぐれメタルが出てきて、あっという間にねレベル上がってなんだっけ簡単にね話が進むんだけど、まあそうそううまくはいかないと思うけど。聖水で倒せるんでしたっけ？倒せる倒せる。普通考えたらロザリー別に生かし得意味ないよね。同じことピサロにされてるし。皆さんだからほらロザリーはねまあロザリーはねそういうことです。さあ出るかな。これで出てくれればね、すごい加速しますよ、本当に一気に。でこのレベル上げで、クリフトがザラキを覚えてくれたらもう道中楽ですね。ほらザラキ耐性ないやつは全部ザラキでね倒せますんでね、ものすごい楽ですねまあ、ザラキがネタなのはほらボス戦で連発するからネタになるだけだからね。通常の雑魚でザラキ耐性がないやつは全部ねザラキで倒せますからね。ってことはクリフト優秀だった。そろそろ落ちます。頑張ってください。はい、お疲れ様でした。さあ、ここまで出ちゃう。あ、いいよ、いいよ。ここですね。で、ここ入ったところにも、なんだっけ、確率低いんだけど、はぐれメタルが出ます。ここ。ここ。出てくれ。きた。これだよ、これ。そろそろ落ちます。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今のやつがまずいんだ。あ、これだったらいけるかな。あ、ザキ効かないマジかい。こいつザキ、確かザキ耐性低かったと思うんだけどな。ザキはロトモンのおじいちゃんを思い出す。ああ、ここが優秀なのは、馬車組まで、経験値が入るんですね。中に入っちゃうと、馬車組経験値入んないんですよ。ただその代わりはぐれメタルの、出現率は確か高かったですね、中の方が。ここだと 10% あんのかな。お、マグマの杖使いましたね、珍しい。フィールドマップ扱いなのか、ここ。そうだね。はぐれメタル出てきて、はぐれメタルはぐれメタルね、1匹に引かれるだけで違うんだよ。安定するから1匹に引かれるこれもなんとかいけるか。テラノバットは HP が100だね、確か俺の記憶だ。この2匹はザキ耐性が低いはずなんで、ザラキを覚えるとね、すごい楽ですね。ザラキを覚える。全体攻撃来なければ戦えるのか。そうそうそう、さっきのドラゴンニットあれのブレスがやばいんだよ。ブレスが4体でブレス吐きまくるから、あいつがね、ザラキ覚えると確かあいつザラキ引くんで、ザラキ覚えればかなり楽なんですよね逃げます逃げます、逃がして、やばい吐かないで。ああ、ああ死んだ。ああこんな感じ。ああ2人死んじた。嘘だろおい、3人でミスは嘘だろ。3人でミスって3回ミスったら死ぬに決まってんじゃん、こんなとこで。ひでえはい、こんな感じですね。こんな感じですあれこれ生き返らせられるのかね、お金だ足りるかなリセットした方がいいかな。王様に怒られる。蘇生代いくらかかるんだろう。ああこれはひどい。こんな感じだから、なんだっけ、まあ確率はゼロじゃないからギリギリだな。まあいいや。じゃあもう一回いきましょうねはぐれメタルがね、なんとか借りればね、クリフトがねザラキを覚えてくれれば、さっきのやつもね星ルダ装備してるんで、先行でザラキ唱えれて3匹とかね死んでくれればかなりね楽にさっきのとこで戦えるんですけど。それってもうザオラル覚えてるレベルのはず。ああだからザオラルも覚えればね、死んでもねなんとかなる。もうめっちゃ上がったね。おすげえ HP がHP が13万上がった。はぐれメタル出てきて、はぐれメタルなぜか敵が出ない、なぜか敵が出ない。来たあ、しかもやった神様はいるね。やったこれでも食らいやがれ。やりました。やりました。神様いますね。ねえ。やったぜ。おー。やりましたね。パチパチパチ。神湯みたいなこと言い出した。経験値うまい。おー。あ、ほら、ザオラル覚えたよ。やったぜ。っていう方をしたし。いや、今ね、まさかの敵が気がつかないっていうとんでもない状況でしたね。ねえ、驚きとどまってるなんていう、まさにはっきりとラッキーマンみたいなものでしたね。あ、イオラ覚えましたね。イオラ覚えるだけでもすごい楽ですね。馬車組は唐突な経験値にびっくりしてそう。全員上がるのは美味しい。そうだね。この中だとメタルスライムのはぐれメタルのドロップ出現率は高いんだけど、残念ながらそのなんだっけ馬車組に一切経験値が入らないんだよね。だけどここだと馬車組にも経験値が入るってやつだから出現率は低いんだけど馬車組にね経験値が入るっていうのはでかいと思います。はぐれメタルちゃん出てきて、はぐれメタルちゃん。ねえ。でもさ、ドラゴンクエストがさ、ぬるゲーだっていうのは、このはぐれメタルとかのせいだとも言われてるしね。なんだっけ。結局ほら、今までのゲームってさ、どっちかっていうと、なんだっけ、ほら、一発で経験値が大量に入ってくるって、なかったでしょ？どっちかっていうと細かく経験値稼ぐゲームばっか当時のパソコンの RPG とかまさにそうだからね。例えば NEXT1万で経験値ほんと100とか50とかをずっと稼ぐとかそんな感じだったからね。でもドラクエが逆にさ人気になったのはレベル上げがこういうなんだっけ、まあ、ギャンブルの要素に近いんだけど簡単に上げられるっていうのもでかいと思うんだけどね個人的に。まあウィズのグレーターデーモン養殖法みたいに数を倒す感じなのが多かったですね。当時のアプグ事情的にも成長がランダムじゃないのもありそう。確かにね。はぐれメタル出てきてんで、はぐれメタル。お前らは呼んでない、お前らは呼んでない。お前らは呼んでない。最悪なのは、さっきドラゴンニットが4匹だからね、もう地獄だよ、本当に。ドラゴンニット4匹とか、どうしろっつうんだって話だよ、本当に。なかなか出ないでしょ。多分 10% ぐらいじゃねえのかな出てくるの。下だとね多分 30% ぐらい出てくる感じだね下だと。おお来た来たいろいろやろうぜ。頼むぜ、みんな聖水ぶん投げろ、聖水。あ、一匹倒した。一匹確実、一匹確実。いや、やった、アリーナありがとう。よし、投げた。もう一個。ライアンかクリフト、ライアンかクリフト投げちゃえ、ライアンかクリフト。これはすごい。そうするとガンガン移行前して俺が投げればいいんだね。これでも食らいやがれ。ダメか。でも2匹倒した。やった。一気に上がるよ、2万は。超スピードメタル狩りですね、まさに。もうサクサク進みますよ。下手するとクリフトザラキ覚える。ああ、そうかもしれない。クリフトがね、ザラキ覚えるとね、もっとなんだっけ、雑魚戦が楽になりますからね。24らしいし。ああ、じゃあ微妙にいけるかな。あ、いけましたね、20。あれ覚えない。覚えない。25になっちゃったね。賢さが微妙に足りなかったのかな。賢さが微妙に足りなかったのかな。すいません。レベルアップがめっちゃ長いですね。ちょっとお待ちくださいね。レベル上げがね、2万も経験値入っちゃったんでね。ものすごい長いけどね、2万も入っちゃったんで。とりあえず回復だな。全員ベホミル。よし、はぐれメタル出てきてくれ。はぐれメタルまたかぶってる。このテラノバットとかはね、ザラキを覚えると一旦でね、全員ザラキやるんで、すごい楽です。うわ、無理無理無理。あー、逃がして逃がして、やめてくれ。だからなんでこいつでこんなミスんの。いやだから3逃げミスはないだろ、3逃げミスは。なんで3回ミスってんの。またライアンが。まあただザオラルがあるからね、一応。困ったな、これは。運の女神、ほら、さっきの揺り戻し。本当だよ、そんな感じだね、本はぐれメタルちゃん出てきて、はぐれメタルちゃん。トルネコはよくレベル上がるね、本当に。お、来た来た、いろいろやろうぜ。みんな先生ぶん投げろ、先生を。よし、1匹倒した。1匹は間違いない。お、2匹。お、3匹残ってる。先生投げろ、先生、みんなで。よし、まず1匹。1匹しか投げ、1人しか投げてない。よし、結局主人公2人ですね。やった、また2万ですね。はい、また長い長いはい、また長いレベルアップがやったぜ。これでザラキ覚えますね。すんごい長いね。まあだからほら、なんだっけ、スーパーファミコン版に6からか、6からは1回のレベル上げでね、すぐにこういうなんだっけ、ステータスが表示されます。あ、だらけ覚えましたね。まあ確かに8人とかいて、これは大変だからね。賢さの数値よって13ずれがあるらしいです。ああ、なるほどね。まあ仕方ないね、その辺は。お、ベギラゴン覚えたよ、ベギラゴン。ねえ。よし、これで借りやすくなりましたね。あ、みんなの MP がなくなった。玉大呪文だ。そうだね。大の大冒険ではなぜか最強の魔法を見たくなってたからね。これでちょっと安定しますね。ドラゴニットが出てきても先行ザラキ唱えればね、2体でも3体でも倒せればね、かなり楽ですから、ね。命令はガンガン以降なのかな。あ、そうですね。あ、これは楽ですね。これはクリフトはこれこんな感じね。ザラキはね、一発で倒せるから楽ですね。HP の多さ関係ないからね。HP が300あったって関係ないからね。ザラキって確か前なんかあ、いけるかな。効率良いですね。クリフト、とりあえずザラキで。これ確か2フラム効かなかったか。2フラムちょっとやってみるか。あ、効いた。なんだ、2フラム使えばよかったのか。ドラゴニットは2フラム使えます。あ、2フラム効くんだな。だから戦うのはドラゴニット以外ですね。ただはぐれメタルがたくさん出てくれると、早いですね。あー、ビビンバー出んのかこれ。あ、こいつがやばい。あ、封じ込めた。あ、アリーナナイス。アリーナナイスですね。呪文を封じ込めたよ、ビビンバーの。ねえ。そっか、アリーナに静寂の弾を持たせることだからね。やりましたね。怪我の巧妙ってやつですね。落ちます。ネタの女神が来ますように。お先にお疲れさん。はい、お疲れ様でした。大丈夫そう。もう皆さん深夜の1時半ですからね。しかも明日また平日ですからね。うん、私も今日は朝8時から会社で会議ですけどね。関係ないよ、そんなの。マホカンタでザラキ返される？ああ、返せるかもしれないね。まあここでレベル1上げちゃうとね、あとは簡単にこうスムーズに進んでいきますからね。お、ライアンいいね。いつものことですが明日会議はやばいわら。大丈夫です。いつも通りなんだっけ、すげえなんか真面目な顔つきでさ、寝てるから。ね、すごいなんかこう、考え事してるんだなって顔つきで寝てるから。いつものことですね。あれだよ、ちゃんとあれだ、会議中はじゃあどうやってやってんのかっていうと、なんと録音してるから。胸ポケットに録音する、ボイスレコーダー入れて録音してるから。あと部下がなんか一人つくから部下にメモ取らせて、私は後で部下になんか重要な話あったって聞いてね。一旦セーブしましょうね。あ、セーブしてもお給しようか。あ、3000超えたんであれか。リバーサイドで、鉄仮面、ライアン用のね、鉄仮面買ってきましょうか。なんだっけ、攻撃ダメージがね、結構でかいんでね。ライアンは鉄仮面が最近はスマホのアプリで済むからスマホを机の上に置いて録音してますね、自分は。ああ、それもいいですね。これでクリアレベルまで上げちゃえば、あとはね、道中で敵を買ってれば結構レベルがね、上がっちゃいますので。あとは主人公が天空装備集めて解放してもらうだけなのかな、装備は。そうだね。あとはそろそろ落ちます。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。大丈夫です、皆さん。もう夜中の1時半ですからね。今回の生放送は後でね、